民行寺は長野県長野市、権藤町に存在する新州大谷派の寺院、三号は三勝山。全光寺七寺に挙げられる場合がある。1573年6月、釈州あたるによって回帰された。寺伝によると全光寺に近く繁栄した四辺の地であったため、各州派の寄り合った学問道場として栄えたとされている。 1760年の権堂町の村名最長には、すでに浄土新州と出ている。現在地よりも、北西へ約80メートル離れた、氷権道通りから少し入った場所にあり、氷権道通りに面して、太鼓橋と門があった。境内も広く、現在の約3倍と伝わり、小富士工事、名工事の森、といった言葉が今でも残る。1646年2月。 釈恵林によって、寺内の共演寺が回帰される。1751年2月19日、西の門町、桜小道門道より出火。西南風に煽られ全校寺町一体形成478校、約大火事となり、名工事も類称する。本堂は後に再建された。文政年間、現在地へ移転する。民行寺大門通りはこの頃できたと考えられる。 旧地は、水茶屋の花房や新之助と藤谷助三郎が買い取っている。また、天保年間に水茶屋の藤木屋が門前の借地で商いを始めている。1848年3月24日、善光寺地震が発生。民行寺は倒壊は免れたが、翌25日昼頃に全焼した。その後本堂は、河営年間に再建されたとされる。 1852年4月13日、西跡町より出火し東、跡町、近藤町へ延焼。計100個以上を焼き、明光寺も累称した。なお、長野市政80年史には、明治初年に火災があったとしているが、具体的な年時等は不明である。明治初期には表近藤通りに面して、太鼓橋と門があり、明光寺大門通りが、そこまで伸びていたが、いずれも、 市街地整備のためしに寄進している。また、地祖改正時の地図には、名校寺餅と書かれた谷前があるが後に、売却している。戦前まで、絵心にの校があり、300人を超える校として、盛んであった。1870年3月22日、東本願寺の北海道開拓の一校を17大重職釈修しるべが、長野通貨の際の先導役を務める。 1886年に本堂を寄港、1889年11月11日に落計した。釈州シルベが亡くなった後、しばらく住職無重となっていたが、棒盛の縁故先の線、勝寺にホームなどは支援されていた。1902年に18代住職慶応が入寺し、元の寺勢に戻っている。1923年9月1日の関東大震災時には、 無料宿泊所指定を受け、6日夜から7日朝まで24名が宿泊した。新州大屋派館勝山名行事、ありがとうございます。